それ壁のにおい。アル系アニメに参りましょう。第2問はこちら。お女性に人気のシチュエーション。壁ドン。壁ドン。いやこれは中でしょ。B のですね。これ最終問題ですか。もうこれ最終なんですか。本当だ。最終問題ですね。ちょっとニャンニャンやりすぎましたね。そうですね。ニャンニャンがちょっと思いのほか盛り上がりすぎたんで、この問題はですね、まず女性に人気のシチュエーションは壁ドン。では片ズンとはどのような状態のことでしょうか。片ズンって何？やからじゃないですか。やか喧嘩。皆さんの喧嘩。皆さん各自目の前にある、フリップの方に、はいはい、図説なり解説なりを書いて、片ズン分かるよっていう人。あ、結構、実際にそういうのがある。実際にあります、実際にやる。なのでガチに当てに行ってもいいし、皆さんのそのキョトンとした顔からするとね、本当に分かってないようですから。これ答えるときはぜひやってほしいですね、はい、ねえやってほしい。皆さん分かってますね。やってね。実際に目の前でここで演じていただきますからね、答え。お願いします。自分なりの片ずんぜひ教えてください。それではシンキングタイムスタート。肩がないんですけど。嘘。そういったパターンもあるでしょう、ね、これはあやかちゃんは知ってる？知ってる。これはあれですか、一人一人答えてる。一人一人なんですか、チームで。一人一人もちろんですよ。一人一人自分が書いた答えをセンターに行ってやってもらえますからね。これチームでいいんじゃないか。自分なりのギリギリをお願いします。もう肩とか関係なくてもいいです。ズンであれば、うん、何かしらズンとくるなっていう、そういったあの皆さんのパッションをぜひ教えてください。なんならできたよって人はい。あ、そうだね、はい、もう発表していただいても構いませんよ、うん、書くとか大丈夫ですよ。ね、早いとこちょっと見たいんで ね必要であれば私竹本でも、彩香ちゃんでもどちらでもご利用いただいて。なるほど。やっていただければ。さあ皆さんの片ズンはどんなんでしょうね。彩香ちゃんは壁ドンと片ズンどっちが好き。壁ドンと片ズン。いやー、どうですこれ。女性陣に聞きたいんですけど。なるほど。どう壁ドンの方がドキドキするっていう方は。なるほど、意外と少ないですね。じゃあ片ズンの方がドキドキするっていう方。片ズン率高めじゃないですか。なるほど。はい、これは回答へのハードルがどんどん上がっていっております。みんながキュンキュンするような片ズンをお願いしますよ。楽しみだな。はい、答えができた方から発表をお願いします。はい、そろそろできたかな。どう石川くん。できたね。あれはできてますよ。あれはできてるね。はい、では石川くんからいってみましょうか。はい、石川くんお願いします。これはちょっと説明してもらいましょう。説明が結構必要ですよ。どういうことでしょうか。わかんないですか、見て。実際にやってみましょうか。そうですね、前で。お、誰がいいですか、相手役。誰でも選べますよ。誰にしようかな。天のので決めるんですね。ので良平さん。あ、どっちがやりたいですか。いやでもそうまでもお前付き合ってんの。いや違う。まだまだ、はいはい、どっちが釣りだけ。いやでもこれ、あ、いやじゃあ竹本さん、これ僕も答え一緒なんですよ。お、え、これ一緒ってある。何それ。いやもう待った。何ですか。待って、この絵何。待って、何ですか。ハッピーハッピー。それ一緒なの。いやこれでも一緒。一緒ってことだよ。いや一緒じゃねえよこれ。なんだよそれ。なんか出てるよ、巨神兵みたいな。斉藤君もしかしてこれ天空の話か。完全にそうですよね。すごいな。いや、じゃあ俺ハッピーな方やるから。ハッピーにする側ってことがいるってことだよね。ハッピーにしてやるよ。
け、うん、はあ、空が綺麗。確かに。にしてもさ、あ、こんなとこに呼び出して何の用なの？いや別に何でもねえけど、なんつうかさ、お前にちょっと言いたいことあって。何よ？まずこれ。はん。あああ、それ壁のにゃ。はん。撮ってるっす。以上です。まあ要はだから壁じゃなくて肩に直接ちょっと思ったより肩がなくて。違うじゃねえかよ。じゃあ作るから今。作るからほら。ありがとうありがとう。こういうことね。こお愛してる。ということです。これです。なるほど、なるほど。あの絵からは全く伝ってこなかったですけど、そういう燃え必要だったんですね。ハッピーハッピーな素晴らしい。はい、ハッピーハッピー。